タイトルは英語を見るだけでプラプラしていた私が多言語サイトデザイナーになってしまった話ということで、神野さんに話を伺います。よろしくお願いします。映画を見るだけでプラプラしていた私が多言語サイトデザインになってしまった話ということでお話しさせていただきます。私ちょっと自己紹介させていただきますね。神野っていう名前でさせていただいたんですけど、フルネーム神野春菜と申します。普段ですね、京都のウェブプロモーションとか制作をやっている会社のウェブデザイナーとして基本的にはまあデザインしたりコーディングしたり、あとワードプレス化したりと、自己タイトルもありますけど、多言語サイトの制作なんかを普段やっています。でですね、ワードキャンプ観戦2016っていうか、まあ、今日と同じキャンプ系なんですけど2年前にありまして、私はこのキャンプに2016年に初めて参加して、今日に至るっていう感じです。で、その時にですね、ライトニングトークっていう学がありまして、これ今日もあるんで、もし時間ある方はぜひ楽しんでいただきたいと思うんですけど、5分くらいで何か発表するっていうちょっとした枠がありまして、初参加なのに LT に応募して、まさかまさかの当選をしてしまいまして、その年に発表したっていう経緯があります。で、その時に発表した LT がこんな感じでした。タイトルだけしかも出さないんですけど、ワードプレス始めたばっかりだけど楽しいよっていうお話を2年前 LT でしていました。これ今日もしたいと思うんですけど、 LT の時にした質問なんですが、今日改めて皆さんにしていきたいと思います。皆さんワードプレス歴何年くらいですか？4択でいこうと思います。別に当てたりしないので皆さん知らないわけで。では、1番の3年以上だっていう方はちょっと挙手していただいていいですか？ちらほらっていう感じですかね。はい、じゃあ2番の2から3年だっていう方は、はい、じゃあ3番の1から2年くらいだっていう方、はい、では4番1年未満だっていう方、お、1年未満の方が結構多いですね。嬉しいです。1年未満で今4番に手を挙げてくださった方、ちょうど2年前私が2016のキャンプで LT した時と大体同じくらいです。2016のキャンプの頃ですね、私ワードプレスまともに始めて半年くらいでした。必要に駆られて、まあ、始めたわけなんですけど、なんで使い始めたかっていうと、単純にですね、その年にワードプレスをよく扱う会社に転職したっていう経緯があります。2016年の私、大体こんな感じでした。多言語サイトデザイン、はい、ひらがなって書いてたんですけど、こんな風にちょっと多言語サイトデザインって言われても何していいかさっぱりわかんないっていう状態。で、PHP は本当にちょっとわかりました。ちょっとわかるってカタカナでなんか書いてあるみたいな、知ってますか？本当にちょっとわかるって書いてたんですけど、めちゃくちゃわかる人がちょっとわかるっていう T シャツ着てるっていうネタがあるんですけど、これは本当にちょっとわかる意味のちょっとわかるです。で、多言語サイトって言うけども、正直英語も怪しい状態でした。これが、今年2018年ですね、まあ、多言語の時に気をつけることはある程度分かってきたと。でですね、PHP も怪しかったんですけど、まあ、今ではテーマ作成やって、で、まあ、サイトの公開までを一人で作業するっていうことができるようになりました。で、今はセッション保護ですね。で、漢字の英語なんですけど、はい、多言語サイト作れるようになって英語ペラペラになりましたっていう趣旨のこと言いたかったんですけど、すいません嘘です。はい、本当はこう言いたかったので、ちょっとキャンプに登壇することになってから練習しようかなと思ったんですけど付き合い際ではちょっと、はい、無理でしたね。未だに Google 先生のお力を借りている。ただですね、2年月日が経ちまして、道案内、私京都に住んでて、よく外国の人に道聞かれるんですけど、
あんまり英語の知識がないので、なんか聞かれても、はい、ゴーストレートとかフォローミーとか言ってなんか人を連れて歩くぐらいしか英語のスキルないんですけど、そういう人間でも多言語サイトを、ポイントを抑えることで作れるようになってきました。もちろん初めてのことなんで結構失敗とか新しい発見もたくさんあったので、今日はそのあたりの話を皆さんと共有できればと思っています。ということで今日お話しすることなんですけど、ざっとこんな感じでいきたいと思います。制作の工程流れですかをとか、実製作で考えていること、気をつけていること、あとまあ私自身が多言語サイトを作るようになって変わったことっていうのを最後にお話しできればと思います。はい、まず多言語サイトはどんなものなのかっていうのを皆さんと確認しておきたいと思います。例えばこのサイトなんですけど、このサイトは、多言語といっても日本語と英語のっていう感じですね。こっちが日本語の方です。でこれが英語版、見比べてもらうと違いがちょっと出てくるんじゃないかなと思うんですけど、大体特徴としてはこんな感じですね。まあ、左上の部分ちょっと見づらいんですけど、ナビゲーション部分ですね。ここがまあ言語に応じて変更されてたりですとか、まあ、さっき日本語の時だと G の部分が入ると聞いてたのが、こちらは EA のハイライト消えて EA のイングリッシュの方が大きいなっていうっていう風になってたり、あとは真ん中のメインの文ですねがキャッチコピーに合わせて変更になっていたり、あとボタンがちょっと日本語の時と比べて伸びましたかね。あと見づらいんですがバナーもですね、ちょっとトリックアドバイスっていう上に日本語の煽り文ついてるんですけど、それも英語版の方でちょっと長くなって余計に 見づらくなってるんですけど、一応バナーの部分が変わっているっていう感じです。こんな感じにですね、多言語サイトを作ってるんですけど、多言語サイトは、主に翻訳するときに2種類あるってウィキペディアにも書いていてですね、人による翻訳と機械ソフトによる機械翻訳っていうものがあります。私は断然人手による翻訳っていうのをおすすめしています。人による翻訳ですと文章のバックグラウンド含めて微妙なニュアンスもちょっと訳してくれるっていうのがすごくいいことだなと個人的に思っています。日本語をストレートに訳すんではなくて、まあ、英語で雰囲気を出す他の言葉を使ってくれたりだとか、そういうことを翻訳者の人がやってくれたりします。こんな翻訳サイトというか多言語サイトを作っていくわけですけど、制作の流れとしてはこんな感じですね。まあ、一個普通のサイトと違うのはこの翻訳っていうのが入っていることでしょうか。デザインとコーディングの間に翻訳っていうのが入ってるんですけど、なぜここかというとですね、デザインフィックス後に翻訳を翻訳会社に依頼するようにしています。これはやっぱりワイヤーの段階とかで出してしまうとですね、デザインの段階でやっぱりこの文言を入れといた方がいいっていうことが発生したりするんですね。そういうことがあるので、デザインフィックスしましたねってお客さんにちゃんと確認を取ってから、まあ、翻訳データに残して翻訳会社さんに依頼するっていうふうにしています。でですね、訳してもらってる間にいつも静的コーディングを進めています。で、まあ、静的コーディング終わってワードプレス化するぐらいに翻訳返ってきたやつを今度 PHP とか管理画面に流し込んでいくっていう手法をとっています。多言語を流し込むんですけど、流し込むとですね、まあ、これ後で詳しく話すんですけど、思ってたよりテキスト長くなって崩れてるとかコーディング、そういうこともあったりするとですね、コーディングから火力の期間というのがあると思うんですけど、まあ、これは通常よりちょっと長めに見ておくと余裕が出るんじゃないかなと個人的には思っています。結構なんかこういうふうにちょっとしたことを気にしないといけないというのがあるので、今度はそういう実施政策で特に気をつけていること、今のような音をもうちょっと
詳しくお話ししていただけばと思います。あと企画なんですけど、まあ、多言語サイトって言われてどの国をターゲットにするかを聞くっていうことですね。ここからお話ししていこうと思います。調査する段階で基本的にどの国をターゲットにするかっていうのを聞いています。なぜ国なのかっていうとですね、中国語だとですね、繁体字、簡体字っていう2言語に種類があったり、英語だったりするとですね、使われている国によって結構さまざまな種類があったりするんですね。なので、まあ、中国語、英語って平たく言っても言語名だけでは翻訳の際に支障が出るので、具体的には国ですとか地域に絞った場所をどこをターゲットにしますかっていうのを聞くようにしています。英語は先ほどもなんですが、結構種類が豊富なんですね。ウィキで調べてみたらですね、2014年の時点で英語を公用語として使っているのが58の国と21の地域があるらしくてですね、まあ、それだけ数もあるので、英語って言われても多分翻訳する人はどの英語だよって思うわけですよ。なので、まあ、国で指定しておくとアメリカ英語ですねとかイギリス英語ですねとか具体的に翻訳提出できたりします。あとですね、翻訳を今例に挙げたんですけど、例えばまあ中国なんかですと特別な対応が必要になるケースとかも発生します。サイトの制作しててよくあるのは、 Google マップがそのままだと使えない場合があるので、 Baidu マップっていうのに変更したりとかがあります。あとは SNS、Facebook とか Twitter とかですね、ああいうのも入っていると使えないことがあるので、そういうのも、まあ、必要な場合は全部取り除いたやつをアップするみたいな処理も必要になったりします。こんな感じでちょっと特殊な対応するケースもあるので、おそらく国とか地域に絞った形で聞くのがいいんじゃないかなと思います。次ですね、国とターゲットにとは古い OS の対応を考えるということですけど、多言語サイトでですね、留学生向けのサイトっていうのをやっていたんですけど、これアクセス解析にかけてみるとですね、東南アジアからの訪問者の方すごい Android の 4.4 以下、ちょっと癖がありますよね。なんですけど Android 4.4 以下を結構使っていたので、数的に無視できなくてですね、その時は Android 4.4 の対応をしました。これ推測なんですけど、留学生ってことはおそらく学生で、まあ、そういう理由があってなんか中古品の Android を買って使っているっていうことがあったんじゃないかなと個人的には思ってます。まあ、国内の場合でも一緒なんですけども、多言語サイトの場合であってもサイトの閲覧者に合わせて、まあ、そういう古いブラウザとか OS の対応をしないといけないこともあるっていうのを最初に確認しておくととてもいいなと思いました。後から対応するのはすごく大変なことなので、はい。次、設計の話ですね。具体的な実装の話に入ってくるんですけど、実装方法は本当に皆さん慎重に選んでください。多言語化する方法結構いろいろあるんですけど、まあ、自前で作るだとか、あと便利なプラグインいくつか出てるのでそれを入れるとできるんですね。あとはもうサイト自体を別に立ててしまうとか、本当に方法自体はいろいろあるんですけど、まあ、多言語サイトって多言語化の実装が本当にメインなんですよね。なので当たり前のことなんですけど、メンテナンスしっかりしたり保守性を考えないと後々、まあ、プラグインメンテされなくなったらどうしようとか、そういうことが出てくるかもしれないので、本当にこういう大事なことを実装するときはちょっと慎重に考えた方がいいのではと思います。はい。あと管理画面の話ですね。管理画面なんですけど、これも実装方法によって大きく変わるんですよ。なのでまあどういう風な管理画面ですよっていうのをあらかじめお客さんとイメージを共有し合うっていうことをしておくと、
まあ、お互いに相互なく進めていけるんじゃないかなと思います。次、デザインの話ですね。日本語がない場合のサイトでも必ず日本語から作成するようにしています。これはですね、単純に私が日本語が母国語だからなんですけども、内容が頭に入ってこないんですよね。例えば英語の原稿とかもらうと、まあ、普通だったらこういうふうに工程踏んでいくんですけど、まあ、まず原稿をもらって、まあ、強調したい箇所とか要点の整理をパーツごと分けてやって、で、まあ、デザインに反映っていうことをするんですけど、これが例えばもらった時の原稿が日本語以外だったりするとすごくハードモードになります。ちょっと体験してほしいなと思って、試しに、今日のキャンプのアクセスの部分、英語版の方をちょっと取ってきたんですけど、どうですかねこれを原稿で渡されて、まあ、デザインを起こしてくれって言われたとする、まあ、ちょっと考えますよね。英語版はちょっと考えればなんとなく分かってきそうな感じはします。多分あそこの Let's check the direction by photo とかがタイトル で、あと3ポイントって書いてるから、多分下のやつはリストだろうなとか、多分そんな風に分ければいいんだろうなっていうことはなんとなく英語の場合分かるんですよ。英語教育ってすごいですよねこれがですね、これタイ語、タイ語です、はい、ちょっと Google 翻訳にかけただけなのであやふやかもしれませんが、どうですか、これそのまま支給されてタイトルつけてリスト化してとか言われて分かりますか皆さん本当にいつどこで区切ったらいいんだろうから始まったりすると思うんですけど、こんな風にですね、多言語のファイルであらかじめ原稿をもらってしまうとですね、何をどうしていいやら分からなくなるっていうことが発生してしまいます。これ日本語ですね。今キャンプに上がっている準備そのままです。安心しますね、日本語ね、はい、読めますもんね、はい、読めると、まあ、どこを強調してどこを話して、まあ、写真が必要だって言ってるから横とかに載せとくかとかいろいろ思いつくんですけど、はい、ということですね、内容は、日本語でまず固めましょうっていうのが覚えたことです。特に、他に確認する人たちも日本人なこと多いので、まあ、英語で先にデザイン作ってしまったりすると、まあ、ネイティブじゃないのでこの流れで、まあ、正しくみんな導入入ってページコンバージョン上がるのかとか、そういうことを理解ちょっとしづらいんですよね。そういう意味でもあらかじめ最初は日本語でっていうのを心がけています。でもとはいえ多言語の原稿あるんでこれ流し込みでとか言われることもまあまああるので、まあ、そういう時はあらかじめここの内容どういうこと言ってるんですかっていうようなことを聞いて、また分解していくっていう作業をしています。次ですね、長文短文に耐えられるデザインっていう話なんですけど、文章短くなる原稿と長くなる原稿があるんですね。で、まあ、単純に文字が長くなる場合以外に日本独自のものに対して注釈が入ったりすることもあります。でそれらを基本的にまあ同じレイアウトで使いますように CS でということを踏まえてデザインをいつもしています。これ単純に文字量に差があるケースなんですけども、短期大学、大学院についてっていうのが、まあ、英語になるとドラドラドラとめちゃくちゃ長い文章になって、これ字詰めもしたんですけど、はい、ギリギリですね。で韓国語になるとちょっと日本語より縮まった印象を受けますね。数えてみるとこんな感じでした。空白込みなんですけど、日本語が15文字に対して英語はなんと2倍以上の48文字ということになってしまいました。で韓国語は、これ全角の言葉と半角の言葉の違いなんで、ちょっと日本語より余計にキュッてなって読めるんですけど、14文字と。こんだけ差が出てしまっても、なんとかボタンの中にうまいこと収めるっていうことが必要になったりするので、まあ、そういう意味でもコーディング後の確認期間はちょっと長めに欲しいところです、
ちょっとこれは注釈が入る部分ですね。まあ、こういう一文があるとします。お正月なので鏡餅を用意しました。日本人あれば、まあ、鏡餅、まあ、お正月、なるほどねってすぐ伝わるわけなんですけど、これを例えば鏡餅っていうのを知らない人に説明文が入った人って要数一気に増えたりするんですよね。ちなみに鏡餅はミラーライスケーキってウィキではそのまま書いてたんですけどミラーライスケーキって言われてもそれは食べ物なのかとかいろいろ疑問が出てくるわけですよね。単純に伝えられると、そういう意味でもちょっと長文になってしまいがちっていうのはあります。はい、こんな風に、まあ、短かったり長かったりしても対応できるデザインっていうのはちょっと多言語の場合必要かなと。次、翻訳ですね。翻訳はこんな感じのことを、主に提出するときなんですけど気をつけています、はい。パーツごとに分けて Excel 形式にして、提出を依頼するっていう話なんですけど、これはですね、本文、メニュー、ボタンなどに分けて依頼しています。パーツごとにばらしておくことで提出する単語を後からだいぶ見つけやすくなります。まあ例えばよくあるのはですね、ここにやっぱりリンクを追加してほしいって言われてですね、まあ、よくあるもっと読むとかの文言を足さないといけなくなったけど、翻訳ファイルで言うとどの辺にあったっけなっていうのをめちゃくちゃ探したりしてたんですけど、まあ、こういうふうにパーツごとに分かっておくことで後から必要になった時に、まあ、すぐ見つけられるということがあります。ちょっとスムーズになるので手間なんですけど、翻訳依頼する時点でパーツごとに分けておくといいんじゃないかなと思います。で、Excel のフォーマットでの依頼が個人的におすすめです。 WordPress CSV インポーターとかありますよね。うまい具合にやるとですね、翻訳ファイルもらったやつをそのまま、まあ、スプレッドシートなりで関数つけて引用して、まあ、1個のやつに入れ込むっていうことができたりするわけなんですよ。あとはまあそういうインポートに使う以外にも PHP でいつも言語切り替えの if 文っていうのを入れないといけないんですけど、そういうのをまあ全部英語日本語のシートをくっつけて if 文にして書き出すみたいな処理をちょっと関数でスプレッドシート側で用意してあげると、まあ、それをコピーするだけで多言語テキストが反映できるということができたりするので、まあ、そういう意味でも Excel でのフォーマットでの依頼っていうのがすごくおすすめかなと思っています、はい。で、あと強調箇所と文中リンクは判別のつく形で翻訳依頼っていうことなんですけど、どういうことかっていうとですね、翻訳ファイル内で強調取れてしまうとどこが該当のテキストなのか全然わからなくなるんですね。例えばこの文みたいに、これ写真っていうところにリンクつけたいですっていう風になるじゃないですか。これまあ日本語なら読めばその話ですよね。日本語写真ねっていうで確認して、まあ、コーディングでリンクつけたりできるんですけど、まあこれも同じなんですけど、増えましたね。一番下がベトナム語ですね。で3番目がタイ語で2番目が英語。まあ英語はやっぱり英語教育のそういうところでフォトっていうところにリンクつければいいだろうっていうのはすぐ分かるわけですけど、やっぱりタイ語とかそもそも区切りないし、あとベトナム語もなんかフォトっぽいのもないですよね、はい、こんな感じでちょっとハイライトとか外れるとどこにリンク飛ばしたらいいんだかさっぱり分からん。読めない言語だと判別できなくなるので、色つけたり太字にしてもらう翻訳依頼すると間違いないです。読めない言語来るとね、ちょっと頑張ってですね Google 翻訳かけてここが写真だなとかやらないといけなくなったりするので、そういう意味でもちょっとこれも手間なんですけど、まあ、太字とかにしておいてですね、翻訳依頼する際にここをの部分ハイライトとか太字とかにしたいんで、
ここの部分ちょっと太字に一人で返してもらっていいですかとか、よくと間違いがないコーディングの話ですね。長文単語に耐えられるコーディングということで、これも、ですね、一緒なんですけど、デザインにちょっと連動してて、さっき申し上げたように長文短文に耐えられるデザインをすると、やっぱりその分コーディング側ももっと柔軟にコーディングしていかないといけないっていうことになってきますよね。で、さっきのはそんなに短いボタンっていうか言語がなかったんですけど、たまにですね、めちゃくちゃ短いボタン、それこそ1文字で終わったり2文字で終わったり、他の言語めちゃくちゃ長いものっていうことがあってですね、そういう場合のために、まあ、ちょっと最小幅入れたりっていうこともしていたりします。最大幅以外にも最小幅入れないといけない時もあるよっていう感じですね。次、翻訳の流し込みです。翻訳エラージェにフォーマット整理するだけで、先ほど言ったように結構流し込みの作業を大きく短縮できます。 PHP 側で出力するテキストであれば、テキストであればスプレッドシート側で結構つくようにと、あとはまあ簡単に入れてくださいと、ここに CSV フォーターを使うということですね。はい、ではちょっと早いかな。はい、長々いろいろと多言語サイト制作の際気をつけていることをお話ししたんですけど、ちょっとまとめに入ろうと思います。まあ、他にもいろいろと大事なこと、細かいことあるんですけど、言ってるとちょっと詐欺がなくなってしまうので、今日は特別いつも気をつけていることをお話ししました。では今日のまとめなんですけど、私英語大変苦手で、今も現在進行形で苦手ですが、PHP も最初はよくわからなかったけど、2年経てば多言語サイト制作できるようになりました。はい、っていうのも言いたいんですけど、はい、この2年ですね、個人的に一番大切だったかなという学びがですね、いろんな人の力を借りるっていうことだったんじゃないかなと個人的に振り返ってみて思いました。というのもですね、サイト公開するまでにこなさないといけないこと結構多いですよね。特に多言語サイトとなると翻訳っていう作業が入ってきたりだとか、で最近だと結構フルスタックっていうじゃないですか、フルスタックエンジニアとかデザイナーであってもなんか1から10まで全部とか、でもできることってやっぱりいきなりは増えないわけですよね。はい、スーパーマンでもないし機械でもないので、こんな風に、まあ、2年っていうスパンでしたけど、ちょっとずつできることをやっていくっていうのがを、やっていくのが大切だったかなと思います。まあ、できないことじゃなくて、できることやできそうなことからステータス振っていくっていうのがやっぱりいいんじゃないかなと思いました。デザインもコーディングも PHP も英語も覚えなきゃって、2年前思ってたんですよ。思ってたんですけど、やっぱり実際にやってみると、自分にどうしてもできないことあったら無理なものは無理として、誰か頼っていいし、まあ、覚えたいけどわからないことあれば誰かに聞くと教えてもらえるわけですね。特に今日この場にいるようなコミュニティの人とか結構優しいんで、聞いたら結構教えてくれたりします。私も大変そういう環境にお世話になったので、まあ、そういう誰かに分からないことがあったら聞いてみる、頼ってみるっていうのがすごく個人的な学びだったなと思いました。はい、というわけで今度こそまとめなんですけども、はい、今日こそ誰かに話を聞くチャンスです。この後いろんなセッションもこの後もありますよね。懇親会とか、まあ、懇親会が本番ってこういうイベント言うんですけど、いろんな人が出てて話聞きやすいので、ぜひ誰かに声をかけてみてください。いろいろと発見出てくると思います。
私自身も懇親会まで会場ちょっとうろちょろしてると思って懇親会出ないよっていう方でここへ気軽に帰ってもらえると嬉しいです。はい、じゃちょっと早いんですけど以上ありがとうございました。質疑を入れたいと思います。今日こそ、話を聞くチャンスということで何かご質問がある方がいらっしゃれば、手を挙げてお願いします。お話いただきましてありがとうございます。デザイナーの新地と申します。であの工程の方を聞かせていただいて、まあ、非常に興味深かったんですけれども、ちょっと個人的に聞きたかったのが構成に関してなんですが、まあ、最初の段階では流し込みをするので、ミスしていることはないと思うんですけれども、まあ、出来上がっている時、例えばそのボタンなんかに切り出した場合だとか、まあ、多分場合によってはクライアントさんからだとこのチラシのいられデータから取ってくれとか言われることがあると思うんですけれども、最終的にその出来上がったサイトの構成をするときに、再度翻訳会社などに構成してもらうという工程を設けないといけないのか、まあ、それとも、まあ、その辺はもう多分自分では気づかないと思うので、それをまあ社内チェックでオーライとするのか、まあ、そのあたりに興味があったのでちょっと聞かせていただければと思います。合ってる合ってないはすごい目を皿のようにして確認しないといけないですね。やっぱ分からないというのと、まあ、なんですけど翻訳会社に依頼した時点ですね、翻訳の会社の人が 2,3 人で複数人チェックっていうのをやってくれてて、まあ、基本的にはそれが正だろうということで、まあ、サイトの方に持ってって持って行った時に抜けがあるかないかっていうのを翻訳ファイルに照らし合わせて確認するっていうことをしていくと、あと英語の場合ですね、うちネイティブのスピーカーの方がいらっしゃってですね、その人が結構よく確認をしてくれているみたいなのがあって、で、まあタイ語とかベトナム語とか今日スライドにいっぱい出たんですけど、そういう言語は本当に間違ってても抜けてたりしても結構気づかないんですよ。なので、まあ、留学生のサイトっていうのが今例に出てきたんですけど、留学生の方にそのままチェックをお願いするとか、そういう風な感じで分かりにくいのに対しては確かに誰かに依頼して見てもらうっていう工程はあります。ありがとうございました。他に質問ある方いらっしゃいますか。ありがとうございます。私も実際に多言語のインバウンド系のサイトをちょっと構成してやっているんですけども、一番ちょっと引っかかっているところは、Google のサーチコンソールで、どのように登録していけば正しい言語のトップページが出てくるかというのがちょっと今悩みどころでして、ただ韓国語で Google で韓国語に設定して検索してもトップではなくてアバウトのページが引っかかってしまったりトップに来てしまったりと、ちょっと意図しないなんか Google 側にどこがホームとして認識されているのかというのはちょっと、コントロールができない状態になっています。あと台湾語のページがあるんですけど、言語の設定を香港にも対応させたいんですけども、それができなかったというのがありまして、その辺をどうされているか、もし教えていただければと思います。ちなみにそのサイト制作というのは何かプラグインとか使われていらっしゃるんですか。ほぼワードプレスの、あ、私ボゴっていう、あ、ボゴでした、はい、使うんですけど、同じです、あ、同じですか。それで問題なく認識してるかなと思います。そうですか、はい、
ディレクターの方でもしかすると何か頑張ってくれているのかもしれないですね。もしよければちょっとディレクターとかにもまた聞いて、はい、ツイッターとかに流しておきます。すいません。今の件、あの今日スピーカーで Google の花屋さんという方が、はい、おられてますので、はい、懇親会でもおそらく来ていただけると思うので、もしよければそちらでも、はい、Google の方に直接聞いていただける機会なので、はい、ありがとうございます。はい、他にご質問ある方いらっしゃいますか。少し早いんですけども、これセッション終了とさせていただきます。ありがとうございます。もう一度拍手をお願いします。それではちょっとご案内なんですけど、今からお昼休憩に入ります。で、近くの、ランチ情報とか